ああ、いい。あ、いい。よ。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はちょっと今私の車椅子じゃない車椅子に乗ってるんですけど、これイーコアシストドライブって言って、あの取り外し可能なこれをつけると電動になってくれるよっていうものを、台湾製でいいんですか？台湾製のものになります。いろいろ試してみながら、あ、ちょっと乗ってみたいと思います。自分の車椅子じゃないんですけど、このガンダムさんと一緒にこの街中、まあ、この道路で安全に乗れるのかとか、あ、そういう部分をいろいろやっていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、はい、じゃあ電源がですね、この電源ボタン、ここね、こっち行ったな。これ今電池2個残量ってことですね。はい、です。で、ここから線がこうつながってて、これが1が、さっき進めた1が、マックス3キロ、0がニュートラル、2がマックス6キロです。なので室内は1、屋外は2とかっていう風に使い分けれて、ここがブレーキになります。ではで、漕ぎ出しでスタートするものだそうですので、屋外なので、じゃあ 2でいくと、こっち行くよ。2にしました。漕ぎます。分かった。どうですか？え、いい。止まって？止まります。こっちからとかも良かった。行くよ。止まりね。はい。おー。いい。あ、いい。いや、なんか綺麗、なんかスムーズに止まるね。うん。登ってる。はい。いいじゃないですか。え、すごく安全な感じがする。なるほど。こんな感じです、はい、一回私外してみてもいいですか？はい、車椅子に乗ったまま。少し重いですけど、はい、取れない。え、取れない。え、
あの、一回、そうです、一回、その安全装置がありまして、あの、なるほど、押して、下に押したら、はい、もう、この自分の体重を少しかけて、うん、そしたら、こちら、はい、うん、あ、来た、あ、来た来た、あ、慣れれば、はい、そうですね、はい、押しながら、はい、あ、これも、あ、そう、多分ここ、はい、押すのは、すごい楽、え、これで入ったの？はい、そしたら入ってます。あ、はい、なんか、はい、ぐにゃぐにゃしてますね。ここは柔らかいですね。すごい、え、すごい、え、ね、触って、なんかね、やってほしい。え、なんて言うんだろう。え、どこ？え、ここ？うん、あ、そう、押しながら下にグッと。はい、ここ、もし少し押して、はい。ほら、その、そう、その動きがすごいの。押して、そして、はい、ですよ、すぐ引けんのかな、あ、そう、引け、あ、そう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 、そうで、すごいくない、そのウニウニ感、え、すごくない、なんかウニウニ、わかる、ウニウニ、うん、ウニウニしてる、で、そのまま下からすくう、あ、そう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 、なるほど、うん、はい、慣れるといけるね、はい、うーん、うわー、あ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 、そういうこと、あ、はい、ということで、こんな感じで、取り外しも自分でできるし、折りたたみとか固定車にもついて、まあ、折りたたみはましてよ、そのままね、接続部分があったまま折りたためるっていうのもあるので、めちゃくちゃいいなと思いました。安全面でもボタンを押せばすごくスムーズに止まるし、難しい動作っていうことがない分とてもやりやすかったです。で、このいい子を体験したいっていう方は、お問い合わせいただければ無料で体験できるということですし、そして、クラウドファンディングを今行っていて、まあ、クラウドファンディングって言っても、まあ、返礼品リターンがもういい子なので、いい子買いたい人がそれに応募するっていう感じではあるんですけど、お値段もなんと30万円で、すごくなんか、まあ、めちゃくちゃ手が出しやすいっていうことでもないけど、でもなんか現実味がある値段なんじゃないかなと個人的には思いました。なので気になる方はリンク貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください、はい、ということでこんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。